チャーガは猿の腰掛け家に属するキノコの一種。和名はカバの穴ケで、学名はフスコポーリア・オブリークーアである。シベリア霊シとも呼ばれる。名前の由来は古い幹にできる黒いキノコ様のコブを意味するロシア語のチャガから来ていると報告がある。寒い地域で育ち、主な産地はロシアである。日本では 北海道で発見することができたが、近年の乱獲により発見困難となっている。主に白樺の木に寄生し、10から15年かけて成長する。見た目は黒くゴツゴツしたコブのようで、大きいものでは直径約30センチメートルになる。この黒い物体は金子会であり、小実体は樹皮の下で形成されるためほとんど死人は困難である。寄生された白樺は、 白色普及を引き起こす。最終的に白樺の木の栄養分をすべて奪い取って枯らしてしまうと考えられていたため、白樺の癌と呼ばれていた。しかし、研究が進むにつれて、チャーガの成分の健康効果が明らかになり、現在は発見困難な貴重なキノコとして、幻のキノコ、森のダイヤモンドと呼ばれるようになった。 チャーガは、ストレスへの抵抗能力を高める働きがあるので、アダプトゲンとしても知られている。ただしメモリアルスローンケタリングがアンセンターによれば、チャーガの安全性、病気予防効果、ガン、心疾患、糖尿病に対する治療効果を調べた、臨床試験は存在しない。チャーガには、タンパク質、脂質、糖質、ビタミン類、ミネラル類、フラボノイド、リグニンなどがバランスよく、 含まれている。また、有効成分として、ベータ l グルカンと sod 酵素が注目されている。ベータ l グルカンには、免疫細胞を活性化させ、免疫力を増強させる作用があると報告がある。チャーガに含まれるベータ l グルカンの量は、他のキノコに比べると多く、吸収率も高い。sod 酵素には、体の中の余分な活性酸素を除去する働きがある。 過剰な活性酸素は、がんや老化、生活習慣病の原因になるため、SOD 酵素を豊富に含むチャーガには、がん細胞を抑制する効果があると考えられている。チャーガの健康効果に関する研究は、1951年に、ソビエト連邦科学アカデミー植物研究所と第一、レニングラード以外の協力により始まった。当時のソビエト連邦では、 臨床研究で効果が認められたチャーガを連邦薬局型指定公認の薬として使用していた。主に手術不能の癌、いや十二指腸の海洋、慢性胃炎、胃腸のポリープ治療に対し用が推奨されていた。国内外の研究報告により、チャーガには抗がん効果、免疫力の強化作用、活性酸素除去作用、抗エイズウイルス効果、 抗インフルエンザウイルス効果、O-157 などに対する抗菌作用、糖尿病や高血圧の予防と改善作用、アレルギー疾患の予防と改善作用、慢性肝炎や慢性腎炎の予防と改善作用などがあると考えられている。チャーガには、ベータデーグルカンと呼ばれる多糖類が豊富に含まれており、免疫細胞を活性化する効果を期待できる。また、 SOD 酵素とメラニン色素には活性酸素除去効果と抗酸化作用があるため癌細胞を攻撃し排除できると考えられている。メラニン色素には遺伝子保護効果があることが知られている。このようにチャーガニは免疫力を活性化して癌への攻撃力を助けるだけでなく癌の原因となる酸化ストレス除去作用や傷ついた遺伝子の保護作用によって 公害効果があると報告がある。ロシアからの報告では、乾燥したチャーガとその他のキノコをがん患者に投与したところ、チャーガを投与したグループにおいて、がんの転移阻止率が高かったことが明らかになっている。マウスを対象とした研究で、チャーガエキスを3週間連続で投与したところ、がんを60%抑制した。また、がん細胞の増殖や増殖に必要な 新生血管を阻害したがんの進行を抑えることを確認した。チャーガエキスは体温を上昇させることも明らかになり、代謝を上げることによりがんの進行を抑制するのではないかと考えられた。1993年の日本エイズ学会でチャーガはがんだけでなくエイズウイルスにも有効であると発表され注目を集めた。1999年には 第51回北海道公衆衛生学会で、チャーガには、エイズウイルスだけでなく、インフルエンザウイルスが体内で増殖するのを防ぐ、効果があると報告された。チャーガに、抗ウイルス効果がある理由として、リグニンという成分が考えられている。ウイルスが人に感染するときには、人の細胞膜を溶かす酵素を出して侵入する。リグニンは、ウイルスが出す酵素を吸収し、 ウイルスが人に感染するのを防ぐと報告がある。細胞を用いた研究で、チャーガエキスを投与すると、ヘルペスウイルスの侵入を制御できることが分かった。チャーガは、ウイルスの糖タンパク質に対して採用し、ウイルスの細胞内への侵入を防ぐことが明らかになった。マウスを対象にした研究で、 チャーガエキスを投与するとヒスタミンの放出が抑制されアレルギー反応が低下することが分かっている。アナフィラキシーショックを起こさせたマウスを対象にした研究でチャーガエキスを投与するとアレルギーに関連するイゲのレベルが低下することが示された。チャーガが高アレルギー効果のある食材である可能性が明らかになった。難治性の皮膚病である感染の患者に チャーガエキスを服用させたところ皮膚や爪の症状が改善したという報告がある。詳細なメカニズムは明らかになっていないものの、チャーガの免疫増強作用や抗酸化作用によって体質が改善したことが関連しているのではないかと考えられている。チャーガは古くからロシアの家庭薬として親しまれてきたが、目立った副作用の報告はない。副作用を起こすことは 非常に稀だが、人によって合わない可能性もある。摂取の目安は1日約10から 20g で、ガンなどの治療中であれば、体調に合わせて増量も可能である。自分でチャーガを細かく砕いたものを、ティーバッグに入れて、お湯で煮出して飲む方法があるが、チャーガチ茶として販売されているものもある。免疫細胞は寝ている間に作られるため、免疫を活性化する作用のあるチャーガは寝る前に、 飲むのが理想的である。継続して摂取した方が体調の改善を期待できる。効き目は早い人では1週間程度で遅くても1ヶ月程度で自覚すると報告がある。ありがとうございます。